はい、どうもレイです。実は最近ね、スプラトゥーン3ってどういうゲームなんですかっていう一通のメールが届いたんですけども、今日はちょっとスプラトゥーン3について、少しだけお話できたらいいなと思います。で、今見てるこのサイトなんですけど、今スプラトゥーン3って書かれてるじゃないですか。これね、ちょっと本当っぽいけど、実はこれファンが作った理想なんだよね。理想っていうか、こうなったらいいなみたいな、スプラトゥーン3がこうなったらいいなみたいな、ファンがこうしてほしいみたいな感じで作ったのがこのサイトなんですよ。で、一応ファンダムって書かれて、ここにファンダムって書かれてるんですけど、ファンダムって調べてみると、熱心なファンによる世界観、彼らによって形成されたものなんだと。つまりこれは作られたもの、任天堂さん公式が言ってるわけじゃなくて、二次制作みたいな感じで、こうなるといいなってやってるものなので、もし、スプラトゥーン3についてちょっと、こう知ってるよって人とかいるかもしれないんですけど、それ全部、間違いなんで。それスプラトゥーン3じゃなくて、スプラトゥーン3の、理想。理想って形なんですよね。だからよく YouTube とか、ネットとか Twitter とか SNS とかで、スプラトゥーン3はこういうゲームだよって言ってる人いるんですけど、あれ全部、言い方悪いと思うんですけど、嘘です。間違いです。だからこれから俺がなんか言うことも、スプラトゥーン3関連だったら全部間違いなんです。言い方変えると理想かな、こうなるといいなっていう理想。だから個人の楽しみで言ってるだけであって、こうだよっていうわけではないです。こうなるといいなっていう。ちょっと難しいかと思うんだけど、そういうことで。ただね、このサイト自体はとても面白いもので、ちょっとまた紹介できたらいいなと思うんですけど、髪型がね、こうやってあったり、これ理想な髪型ですね。これリボンついてたりね。こういう髪型があります。で、イカちゃんのイラストも描かれてるのかな?こんな感じで。広告邪魔だな。広告邪魔。で、あと英語だからちょっと読みづらいんですけど、こんな感じでまとめられたサイトもありますよ、ということで。今日はね、スプラトゥーン3詐欺にね、引っかかってるみんなをね、助けたかった。あくまで、公式は言ってないことであり、ファンが作ってることだから、子供を見る親の感覚で皆様は、聞いていただければ嬉しいですね。信じすぎると、あれ言ってることちげえじゃんって、なっちゃうから、あくまで考察。オッケー、考察ね。ネットに書いてあること全部、本当じゃないからね。それだけはちょっと、覚えておいてください。ということで、以上です。いや、もう仕方ない。俺はハイドラントとかバレルを捨てた。今日からちょっとマニューバーで生きていく。来るんじゃない?あ、オッケー。はぁ、強い。強いな。あ、やべ、味方来てる来てる来てる。ここめっちゃ来てる。割れた!いいタイミングで割れた。マジか。やだ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 。やだ。終わる。試合が終わる。当たんね。あれ当たんね。なあこれ下手くそ。スパッタリ痛い打ちか。やばい、焦ってるな。方向放置怖いな。置いといて。真ん中に戻した。あ、持つんか。持っちゃうか。あ、やばい、割れてる。あいつ割れてる。ひぃー。出てって。あれ当たんないぞ、オッケー。18って。ありがとう、持ってくれた。持ってくれた。あそこに、帰っちゃった。ビーコン壊しとくか。ほう!いないよね、大丈夫だよね。ああ、そっちにいたのか。おお、
おラッキーラッキーやっぱいたか。あーお風呂くらい。あーうわここ登れなかった。なんか引っかかっちゃった。ここ引っかかっちゃった。やばいやばい。時間ない、時間ない。うわ、そこの子怖。届かない。いっぱいいる。あ、いや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 。あー、これ持って。ありがとう。まだここいる。あ、マジか、うま。マジ、今止められるのか、お風呂で。インクがないです。な、これジェットパック貯めたい。オッケー、進めろ、頑張れ、当たれ、下にいる、当たれ、行け、そのまま行ってくれ、行け、はははは、危ない、行って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 、ナイスナイス。意外と、あー勝ったの、マジか、勝った勝った、あー勝った。18まで行った時絶対負けると思ってた、勝った、ナイスじゃん。勝てるんか。ナイス。